どうもこんにちは、ミスターノーバリーです。ということでですね、今日は前回に引き続きこのポメラニアンのね、紹介をしていきたいなと思います。この二人可愛くない？なんか、まあ、こっちのチワワくんはね、ちょっとね、さっき動画間違えて撮っちゃったんだけど、この子はまだうちに来る機会があるので、別に今日動画撮らなくてもね、よかったんでさっき動画撮っちゃったんで、もしかしたらそれも出すかもしれませんけど、この子ね、この可愛い若いポメラニアンがね、もう今日で終わりですので、うちにいるのはね、なので、紹介をね、ちゃんとしたいなと思います。で、カイ君という子ですね。ちなみにあっちがリク、カイってことは、あと空がいればな、安心だよね。陸、海、空って揃うね。あんな感じで逃げます。昨日のこの前の動画の通り。で、この子はですね、2021年の10月生まれなので、まだ1歳ちょっとですよ。若いね。まあ、見るからに若いもんね、この子ね。で、こんな感じでね、すごい逃げ回りますんでね、捕まえるのが結構大変ですね、ポメちゃん、おポメさん、リクくん、あなた可愛いね。はい、捕獲いたしました。可愛いでしょ、ポメラニアン。もうちょっとこの子はね、捕獲してから動画撮らないとね、もう、動画にならない。逃げ回るから。なのでちょっとね、この状態で撮らせていただきます。すんごい可愛いわ。ねえ。可愛いけど、もう見た通り、もうすんごいビビリ。ビビリちゃん。とにかくビビリちゃん。なので、本当に、なんだろうね。ちょっとずつ距離詰めていくっていうのがいいんじゃないかな。首かわいいな、お前。てか、このさ、ポメラニアンのあくびってかわいいよね。でね、ちょっとね、こんな逃げ回るくせにね、分離不安なとこあるね。逃げ回るくせに、僕がいなくなると吠えるみたいな。まあ、ポメラニアンだからね、結構吠える犬種だから、まあ、ある程度は仕方ないんでしょうけど、まあ、なんかそういう気は感じます。うん、ただ、とにかくビビリ。それを分かって、接すると、このことはうまくいくんじゃないかな。本当はさ、ちょっと待って、照明が。ちょっとね、今日照明とかも本当はつけてさ、ライティングして照明、撮影したいんだけど、もうそれやっちゃうと、こういうビビリな子はね、もうそれやっちゃうとダメなんだよね。ますます怖がっちゃうんで。なので、ちょっといつもより暗いんじゃないかなと思うんで、こういう感じで、これをね、レフ板にして、光を反射させて、撮ろうかな。うん。かわいいな、お前な。陸、海。陸と海がいるからね。ほんと、陸、海、空揃えば、本当にうちは安全なんですけどね。本当にね。今ね、すぐそばまでね、チワワが来てます。今通ったでしょ？あの子とは仲いいんだよ。ねえ。あの子と仲いいよね、あなたね。すごい可愛い。で、さっき言ったかな ?2021 年の10月生まれの男の子。なので、まだ1歳ちょっとですね。まあ、そりゃ可愛い盛りだわ。可愛い盛り？可愛い。可愛い。可愛いわ。うん、すごい可愛いよ。だけどね、ちょっとまあ分離不安がもしかしたらあるかなっていうのと、まあ割と吠える。うるさい。うるさいよ。あなたうるさいよね。ね。さすがポメラニアンだね。ポメラニアンしてますね、あなたね。今ね、カメラには映ってないんだけど、映るかな？すぐそばまでね、この子が来ております。だから仲いいんだよ、この二人は。この二人は仲いいの。ね。二人はプリキュアみたいな感じでね。まあ、本当の二人はプリキュアはちょっとまた今度紹介しますけど。本当にね、可愛い。すんげえおとなしいわ。ねえ。なんでこんな子をね、四五起しちゃうんですかね。本当不思議だよね。なんでなんだろうね。不思議で仕方ありませんよね。チワワちゃん。可愛いな、ポメもチワワも。ね、ポメもチワワもさ、まあ見た目は、違うけど、似たようなもんですからね、中身は。特にね、特になんか、似てるわ。この二人は。この二匹はすごい似てる。
あなたかわいいよね。かわいい顔してるね。ならあなたも甘えに来たの？いいよ。一緒に甘える？一緒に動画出れば仲いいんだから。ねえ、かわいいってか、なんでこんな水に耳濡れてんの？水飲むときに水かかっちゃったの？垂れ耳だから。垂れ耳チワワも珍しいよね。まあ、今日はね、この子の動画なんです。あなたの動画はまた別でちゃんと出してあげますから。でもこっちのチワワの方がね、僕は捕まえやすかったかな。なんか多分男性が怖いんだろうね。うん。だからなんかそう、あの捕まらない、逃げ回って捕まらない子がいますっていうのは聞いてたんですよ。だからで最初に逃げ回ったのがポメだったから、ポメなことだろうなって思って、僕はね思ってたんだけど、どうやら、チワワの方だった、こっちの方だったみたい。だからあの動画撮った後にこっちも捕まえるのちょっと大変苦労したんですけど、でもね割と こんな感じだから、まあ捕まえやすかったかな。なんか僕はこっちのポメラニアンの方が捕まえるのは苦戦しました。時間かかりましたね。まあでもだいぶ慣れてきてくれたんでいい感じです。あ、でも散歩は行ってたのかな。肉球結構硬いね。いいね。ね、あなたは本当に可愛いですね。で、この子はね、残念ながら、うちには本当に1日しかいないんですよ。なので、今日はちょっとこちらのポメさんの動画をね、ちょっと撮ってますけれども、こっちのチワワはね、また会う機会があるので、またちょっとちゃんと動画を撮ろうと思います。で、二人とも可愛いよ。うん。まあなんか、確かにちょっとうるさいはうるさいことはあるけど、うん、そんなに手かかんないんじゃないかな。まあ思いっきり今はね、こういうビビリな子は特にですけど、犬なのに猫かぶるからね、うん。猫かぶり期間中にしか一緒にいられないから、本当のところはわかんないけど、うん、まあ本当はもっと元気でね、走り回ったりするのかもしれないし、それこそ、もっとリミッターが外れたら、ね、吠えるとかっていうのがすごいのかもしれないしね。その辺はちょっとね、まだわかんないんだけど、もうこのことはちょっと一日しかうちにいられないから、なのでちょっとね、そこまではご勘弁をということなので、まあ気になった方はですね、まあ、みなしごさん、救援隊犬猫上等センターさんに、しっかりね、お話聞いてみるのがいいんじゃないかなって思います。まあ、うちで今接してる感じは特にそんな問題はないかな。うん。まあ、多分他の犬は苦手。だから、飼うんだったら、飼うんだったら、この子一匹、または、ね、このチワワと一緒に迎えるみたいな。どうなの？君たちもしかして本当に同じ家から来たの？ねえねえねえ、そうなの？すごいね、こんな感じでね、待ってれば、こっちのチワワは膝に乗ってきます。で、こっちは、まあ、あんまり来ないから、捕まえに行かなきゃいけない。だけど、もうコツはつかみました。この子を捕まえるね。まあ一番楽なのは、多分リードつけっぱなしにしといて、なんか用があったらね、リード捕まえて、無理やり抱っこするとかっていうのがいいと思うんですけど、まあ、あんまりね、それだとね、距離がね、なかなか縮まらないからね、一日しかいないし、動画も撮らなきゃいけないしっていうので、なるべくちょっと距離を詰めなきゃいけなかったのでね、昨日はね、ちょっとあんな感じでね、触りましたね。で、かわいいわ。かわいいわ。うん。かわいいわ。両手に花だよ、これ。ほら。両手に花だけど、両方とも男だけどね。両方とも男だよ。すごいね。でも、ほんとこの二人仲いいんだよね。なんか見ててね、微笑ましいというか。ほんと仲いい。かわいい。かわいいな。なんか二人とも絶妙に外向いてるな。かわいいね、君もね。よいしょ。ほら、一緒にこの子もかわいい、垂れ耳。かわいい二人だ。な。かわいいな、お前はな。お前らはかわいいよ。いい子です。まあ、この子たちの本領発揮なのは、猫を、かぶってた猫を剥がすときです。犬なんだから猫かぶるなって僕はねよく犬たちに言ってるんですけど、犬たちはね本当に猫をかぶるんですよね。なのでね、
本当こういう可愛い子は気をつけてくださいね。の何をしでかすか分かりませんから、もう自分が可愛いの理解してますから、自分が可愛いの分かっててね、こうやったら人は甘えさせてくれるんだろうとか、そういうの分かってますから。犬は犬でね、全く厄介なんですよ、こういう可愛い犬っていうのはね。ねえ、可愛いね君たちね。てなわけで、またなんか結構長い動画になってしまった。もうちょっと短めのね、短めの動画をちょっと心がけてはいるんですけど、最近ついついなんか動画を長回ししてしまう癖がね、発揮されてます。だって可愛いからさ、なるべくこう近距離でアップとかでさ映したいじゃんね。でただ映してるだけだとあれだからさ、なんかいろいろベラベラ喋るじゃん。だからなんか結構ね、最近の動画割と雑談会みたいな動画になってることが多いですよね。すげえ可愛いんだよ。もうだってさっきからもうこの動画だけで何回可愛いって言ってんの僕って話だもんね。ね、でもほんとほんと慣れてきてくれたね。でももう慣れた頃にはお別れですよまあ多分カフェでもこんあんな感じで逃げ回ると思います。でも、まあ、どうしてもね触りたいんだったら、昨日前回動画出した時みたいに、まあ逃げられても逃げられても追いかけてですね、逃げ場がなくなって諦めたら、ちょっとずつこうやって触っていくっていうね感じでやれば、まあこの子たちはうまくいくんじゃないかな。で、どっちかっていうと、カフェでより捕まらないのはこっちのチワワじゃないかな。家だからこうやって甘えてくるだけで、カフェとかだったら多分ね、こんな甘えてこないと思うよ。わかんないけど、まあポメもそうだろうけどね。まあ、ポメはうちでも甘えには来ないから甘えに来ないことはないんだけど、なんかこう座ってると二人してね、来て構ってって来たりするんだけど、まあまあまあそんな感じですよ。まだまだ猫かぶってますから。犬のくせによ、まったく。にしても可愛いなお前らな。なんかもうなんていうの、動画を切りたくないとかじゃないんだよね。この可愛さをずっと皆さんと共有してたい。だからなかなか動画を切れないのよ僕今だって可愛いじゃん、こんなの、こんなの可愛いでしょ。え、どう考えたってこんなの可愛いじゃん。それは皆さんにもね、この幸せをお裾分けしたいよ。だから動画をなかなか締めらんないんだよ。君たちだよ、君たちのせいですよ、動画が長くなるのは。分かってますか、自覚ありますか、君たち。あなた方のせいでね、動画が長くなっちゃうんですよ。でも仕方ないでしょ、これをお届けしないとね。えしっかりこの可愛さをしっかりさお届けしないと。なんかもうこの状態でライブ配信とかしたかったわずーっとこの子たちが可愛いのをねひたすら見てる視聴者さんたちは、で僕とちょっと雑談するみたいないいね、ゆるい動画だね、ほんとね、ほんとゆるい動画だね今日ね。でもいいよね、たまにはね、ひたすらこの子を映してるだけだってもうこの可愛さだからさ、もうそれだけでね、いい動画になっちゃうもん、可愛いから、ほらとかね言ってる間に本当にどん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 動画の時間が伸びていってしまっているので、この辺にしたいと思います。まあちょっと今日はね一時的にすっげー犬いるけど、普段はこんなことありませんので今日ねトリミングにちょっと連れてかなきゃいけないので、この子たちはね家におります。すげー可愛い。てか何をトリミングすることがあるんだろうね、このポメラニアンとかもうすでにめちゃくちゃ短いじゃん。ね。まあそんな感じでですね、みなしごさんでは、まあ、シニアとかだと、そのトリミングするっていうのが結構負担になっちゃうこともあるので、そんな毎月とかはやらないんですけど、こういうね、若い子たちは月に1回、トリミング行って、綺麗になって、可愛くなって、おしゃれになって、帰ってきております。なので、本当に動画やめたくないんだけど、君たち可愛すぎて。本当にやめたくないんです。ですが、まあそんなこと言ってるとね、
この子たちはすでに罪人なんですよ。皆さんの貴重な時間を奪うというね、罪人なんですけど、もうここからさらにね、刑期が長くなってしまいますので、そろそろね、そう、ね、もうこんなのさ、迷惑防止条例で摘発されちゃうよ。なんだあのチワワは、なんだあのポメラニアンは、私の大切な時間をこんな可愛い顔で奪いやがってって言ってね、訴えられちゃうよ。寝ちゃった？あなたもしかして今寝そうになってたね。なんなんだこれ。ほんと迷惑上司亡霊で無職のチワワとポメラニアンが逮捕されちゃいますよ。1歳のポメラニアンと1歳のチワワが無職保護犬逮捕、迷惑防止条例で、迷惑行為防止条例で逮捕されましたって言ってニュースに出ちゃうよ。困るよねそんなのね。僕はね、高校の時の同級生が社会部でね、今なんかやってますから、もうその人に取材されちゃったら困りますんでね、この辺、本当にこの辺にしたいと思ってはいる。うん、さっきからずっと思ってはいるんだ。そう、何度もね、動画を切ろう、さっきから何回も思ってるよ、それは。もうなんなら今ちょっとね、ポメもチワワもなんか画角がフレームアウトし始めてるけど。わ。まあそんな感じです。てなわけで、まあ本当に終わろうと思います。それでは、ここまでね、見ていただいた方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。僕が悪いんじゃないんで、この子たちなんで悪いのは、皆さんの貴重な大切な時間を奪ってるのは僕じゃないんでね、この子たちですから、ぜひね、訴えるならみなしご救援隊犬猫譲渡センターさんをね、訴えてください。僕はボランティアですので、そこまでお金はもらってません。というかボランティアだからお金はもらってません。なので訴えるならね、まず、この子たちを訴えるっていう方法、手段をね、考えていただいて、無理そうだったら、次に、みなしごさん、救援隊、センター長をね、ぜひ訴えてください。というわけで、本当に終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。あれ？もう動画終わったから君たち、いいんだよ。ねえ、君たちもういいよ。嫌だったんじゃないの？怖くて逃げてたんじゃないの？あなたたち。次はですね、僕がこの子たち訴えようかな。公務執行妨害によりですね、ちょっとこの子たち逮捕をね、検討しております。いつまで経っても動画がやめられません。このままでは。これはね、ダメですよ。公務執行妨害で逮捕しますよ、あなた。あなた方。公務執行妨害ってあれか、警察官のやつか。なんかよくわかんない罪で逮捕しちゃいますよ、あなた。あなた方。逮捕しちゃうよ。こんな可愛いことずっとやってると。その一目惚れ、迷惑です。の逆だよね。ほんと可愛すぎるよ、あなたたち。ダメだよ、こんなことしてたら。ほんとに、人をダメにするよ、君たち。ほんとダメだよ、こんなことしてたら。ね、いつまでもさ、もう一歳だろ？ってことはさ、人間の歳で言ったってもう二十歳超えてんだよ。二十歳超えてる人たちがね、こんなね、大の大人のね、時間をね、ずっと奪い続けるなんてことはね、しちゃダメです。ね。迷惑ですよ。迷惑じゃないよね。うん。なんかもう僕の情緒が崩壊してきたわ。もう情緒が、僕が崩壊し始めています。皆さん助けてください。このポメラニアンとこのチワワにより僕の情緒が崩壊し始めています。どうしましょう？どうしたらいいでしょう？もう動画がやめられません。はぁー。かわいいよ。かわいいよ、この犬。この犬かわいいよ。というわけで、本当にもう終わるよ。うん。終わるよ。だからもう君が終わりにしますって言って。ね。よくあるでしょ、カップルでも。あなたが先に切ってみたいなのあるでしょ。あなたが動画切って。ほら。動画切るやり方はわかんないの？わかんないか。そりゃそうだよね。犬だもんね。
そっかそっか、犬だもんな。そりゃしょうがないわ。うん、でもほんとあなたが終わって、はい、あなたがどいてください。どかないと僕ほら動画と切れないから、ほんとにねえ、どいてください。あなたいつまでいるんですか。もう撮影終わりましたよ。撮影終わったんですよ。だからね、僕怖いんだったら早く逃げなさい。何ですかその優しい眼差し、何ですかその優しい眼差しは、何ですかこれ、何なんだこの生き物。こっちなんかマジで寝てんじゃねえかよ。こっちなんかマジで寝てるよ。これほんとさ、フルのちゃんとした環境で動画撮りたかったわ。まあしょうがないよね。でもなんかこんなにベタベタしてくれるんだったらね、ちゃんとライトとか使ってもよかったんじゃないかっていう説はあるよね、うん、本当によ、まあ、途中カットしてるかもしんないけど、もうそろそろ20分だぞおい。この動画、このカメラになってからね、このカメラ位置になってからすでに20分経ってるぞ。おいおいおい、なんだこの可愛さ、やばくない、やばくないこれ、これやばくない。そりゃこんな動画長なっちゃうでしょ。ちゃんと皆さんにこの可愛さをお届けしたいもん。なんだこれ、反則だよ反則。早くどいてね、どいて。チワワ、あ、チワじゃない、ポメラニアンさん、どいてくださいますか。本当に困りますよ。っていうかもう本当カメラのね、あれがないわ、バッテリーが、バッテリーが切れちゃうよ本当に。そろそろもう今点滅してるもん。じゃあ、わかった。君が毒、もしくは、バッテリーが切れる。どっちが早いか、対決しようか。どうすんだ？お、君毒か？毒か、君。ポメラニアンさん。あなた、毒きますか、ついに。さあ、どいてください。さあ、毒んだ。毒んだ、ポメラニアン。チワワも起きた。毒んだ、チワワ。そういえば、このチワワにも噛まれてないわ。今んとこね。ただね、チワワは非常に危険な犬種ですので。本当にね、なんであのチワワに噛まれたのっていうチワワに僕は噛まれたことがありますので。本当にね、チワワは要注意ですね。ポメラニアンはね、なんか知らないけど、大丈夫なんですよ。似たようなもんですけどね、ポメ、チワワ、パピオナでほぼ、ね、外見は違うけど、ソフトウェアはほぼ一緒ですからね。まあ違うけどね。いやー可愛いわ。っていうことでね、本当にあと何秒持つかのところまで来ましたよ。うん。ぜひね、あ、最後に言っとこうか。チャンネル登録お願いします。あ、これちょっと反則かな、 YouTuber としては。こんな可愛い。本当にバッテリーが切れました。未だに毒気配がありません。なんという迷惑行為を働く犬どもでしょうか。非常にね、私は今困っております。これは物理的にはもちろんどかせるんですよ。だけど、どかしたくない。僕の心が拒否ってる。この子、かわいい。この二人めちゃくちゃかわいい。ね。でも本当に切るよ。ね、なんで切るよって言ったらそんな可愛い顔すんの。今回、もう今、携帯だからね、これ。だからあんまり音声良くないから、本当に切ります。じゃあね。じゃあね。だから切るって言ってんじゃん。なんでそんな可愛い顔すんだよ。おい。おいおいおい。わかった。じゃあせめて、こうしとこう。何を変えたのかわかりませんが。じゃあ本当にね、皆さん。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。